というところで、ザ・オペレーション・オブ・ガーディアンズ。はい。ガーディアンズの思考とは、ガーディアンたちは、現在に対しては無感動で、未来に対しては悲観的で、過去に対しても無感動であると主張されていると。彼ら、ガーディアンズの住む場所は、社会的な相互作用の入り口であり、好む時間は昨日だと。他の気質とこれらのことを比べると全く違うと。ガーディアンの友人たちは、楽観的でなく、神秘的でなく、懐疑的でないっていうのが分かったときに、このタイプの違いが明確になるでしょうと。はい、若干ね、僕これ今日やりながら、はい、若干ガーディアンズの気持ちは分かるよと思っていますが、ちょっとこれはちょっとまた NFNT とやっていくときに学べればなと思ってますが、今日は SJ。まずは、ストイカル・イン・ルッキング・アラウンドという章。なんで、まあ、これはストイカルというのは、はい。まあ、ストイックっていう話だと思うんですけど、イン・ルッキング・アラウンド。見回す中で無感動。はい。という訳が、チャット GPT によって付けられたんですけど、はい。アーティザン、SP ですね。アーティザンは。はい。SP は、快楽主義的な視点を持っている一方、ガーディアン、SJ は、はい、特に労力と節約の領域で無感動な視点を持っていると。うん、これらの視点は、両方とも倫理的です。一方が正しくて、他方が間違っているということではないと。うん、それは単に、良いことに対する視点ですと。アーティザン、はい、SP にとっては、楽しくなければ、やらないべきではない、はい。楽しくなければ、やらないべきではない。ちょっと日本語難しいですね。もう楽しくないと、やらないよっていうことですよね。うん、しかし、ガーディアンにとっては、節約したペニーは得たペニーであり、うん、仕事がある場合は、責任を負い、一生懸命働いて資産を蓄積しなければならないと感じ、うん、家族のメンバーがうまくいき、繁栄するよう努力するべきだと感じています。うんうん、なんかこのね、節約したペニーは得たペニーっていうのは、はい、僕いつもなんかこの、会社まで自転車で行くのは、得たペニーなんですね。はい、節約したペニーなんです。はい、最初って、はい、交通費をケチって自転車で行ったりします？しますよ。それ交通費を考えるのか、はい、なんかその自転車って楽しいじゃんの方が強いのか。まあ、一石二鳥ですよね。あ、はい、自転車自分で直すわけじゃないですか。あ、そうですね。はい、あ、それもこう一石二鳥じゃないですか。お金もだいぶ浮くし。だいぶ浮きますよね。はい、ちょっと僕は自転車は直しませんけどね、はい、自分で。そこはそうだな。はい。し、こう、直せるの、いじるの楽しいみたいな。あ、いじるの楽しいもないしな。はい、なるほど。そこはやっぱり SP っぽいですよね。はい。この無感動な視点、ガーディアンたちの、はい、は、幼い頃からこの行動が見られると。5歳までに S 型の個体は、驚くほど大人びた労働倫理をすでに受け入れており、成長するにつれて学校や家庭の責任を不満をほとんど言わずに果たすと。彼ら SJ は家族の食事の手伝い、テーブルのセッティングとか食器洗い、宿題の提出、庭仕事、さらには新聞配達やベビーシッターのようなアルバイトを見つけて少し余分なお金を稼ぎますと。そしてガーディアン SJ が年を取るにつれて、労力と節約はますます重要になる。クーポンを切る、収支を合わせる、雨の日のための貯金など、これらはすべてガーディアンにとって自然体で行動しますと。そして誰もが S 型の人々に、家族、キャリア、教会、社会団体に全力を尽くさないということを言ったことはありません。そうは。そうやってやれって言ったことはないと。やってるからってことですね。通常、すべてを同時にこなします。退職した後でも、
S 型は他のタイプよりも一生懸命働き、少なく過ごします。少なく過ごすっていうのは多分、お金をあまり使わないってことなんですかね。うん、アーティザンたちは、持ってはいけないと考えるかもしれませんが、酔い越しの金は持たんってことですかね。アーティザンたちは。まあ、楽しむことが目的って話ですよね。ガーディアンたちは、料理や保存、野菜栽培、セールでの買い物。セールでの買い物。はい。アマゾンセールでの買い物。はい。家や車の修理などでお金を節約します。実際のところ、この節約と労働倫理から S 型は引退することはできません。なぜなら、ガーディアン、SJ は、絶え間ないビーバーのように、一生懸命努力し続けるのが、彼らの気質だからです。これ読むとね、はい、僕は SJ じゃない。最後まで読むと、うん。部分的に節約とか言って部分的に見ると。あ、そうだけど、ここまでね、はい、徹底するのはね、はい、難しいです。わかります。僕も節約って言って、はい、我慢のない節約だけですからね。はい、なんかもう耐え忍ばなきゃいけないような節約はしないみたいな。はい、ここまでのね、ストイック。はい。ストイックはないですね。うん。うん、と感じます。で、はい、そこがまあ無意識にっていうか我慢してないんでしょうね、多分。すっごい、あ、なんか空腹を我慢してっていう感じじゃなくて、自然と食べるもの減らしてるみたいな。なるほど。僕たちがストイックとか言ってると、すごい苦しいことをすっごい頑張ってやってるみたいな。はい、僕はなんかね、言いたくなるんですよ。はい、俺ストイックだからさ、はい、って。じゃなくても自然とやってるみたいな。確かに。根っこに持ってる、そうなんでしょうね。もう、はい、ナチュラルボーンですもんね。ナチュラルボーンな感じですか。僕本当幼い頃に貯金なんてできませんでしたよ。はい。僕はどう稼ぐか。っておっしゃってますもんね、はい、なんか。で、稼ぐための節約ですからね。なんか欲しいものがあって、あれを買うための節約とかは全然できるけど、みたいな。なるほど。はい、そして、この無感動具合ですね。はい。イソップ。はい、のアリとバッタ、はい、アリとキリギリスですね、はいはい、はガーディアンとアーティザン、はい、SJ と、はい、アリが SJ ですね、はい、言うまでもなくキリギリスが SP ですね、はいはい、対照的なスタイルを出した素晴らしいアナロジーで示しています、はい、この偶話ではアリは忠実にパンの大きなクズを場所から倉庫に運んでおり、一方でキリギリスはアリの近くの歯で横になってですね、はい、バイオリンを弾いたり、はい、タバコを吸ったり歌を歌っています、うん、楽しいから、はい、でキリギリスは世界は私に借りがあるんだと、はいはい、私の歌は美しいだろとなので、はい、世界は私に借りがあるんだと、はい、い歌っていますと、はい、アリはその横を足早に歩きながら、はい、キリギリスを冷やかし、はい、冬の訪れに対して、はい、備えを用意していないことを叱責しますと、はい、一緒に僕と一緒に来て倉庫を満たしましょう、はい、そうすれば誰も寒さや飢えに苦しむことありません、はい、と説得します、はい、しかしキリギリスはこう答えます、はい、ありよと、もしこの熱狂的なペースを続ければ、はい、もしこの熱狂的なペースを続ければ冬には耐えられないでしょう。君こそ私の草の上に加わり、暖かい夏、食べ物が豊富な季節を楽しみ、はい、私たちの歌で世界に借りがあることを祝いましょうよ、うん、君こそ、はい、この食べ物が、はい、豊富な時に一緒に輪に加わって、うん、歌おうよ。で、多分それ続けてるとあなたたちこそ耐えられないよって言ってるんじゃないですか。っていうことですね。はい。はい、僕は横で見ててうーんって苦しいですね、はい、これは、はい。もちろんお互いの警告を無視して、はい、それぞれが自分の道を進みます。はい、そしていつしか寒くて長い冬になると、はい、キリギリスはアリの扉を叩き、はい、そこで凍傷を起こして、はい、飢えていますと、はい、そしてアリは
お菓子の詰まった倉庫で暖かく過ごしており、はい、言ったでしょ、はい、と言わずにはいられません、はい、そして頭を振りながらキリギリスを中に入れます、はい、これが世界ですね、うん、はい、まあ、これが SJ じゃないですか。これが SJ ですよ、はいはい、でも SJ は、はい、そうしたいんですもん。それが普通なんですもんね、はいはい、でなんかこう暖かい夏の時、はい、美味しい食べ物を食べて、はい、っていうのには無感動なんですもん。楽しくないんですもんね。それは楽しくないんですもん。だから何やってんのって感じなんですか。でも多分それを聞くのも確かに、うん、ノーライフノーミュージックですよ。はい、おっしゃる通り、はい、確かにね、そうだね、歌に救われてますよね僕たちって考えてみましょうよ、はい、なんかね今ねこれを読みながらね、はい、キリギリスに対して、はい、お前ら頭狂ってんなと思ったんですよ、はい、世界は私たちに借りがあるって、はい、何を言ってんだと思ったけど、はい、あれビートルズ、はい、ストーンズ、長渕剛、はい、尾崎豊、はい、ああ借りがあるわって思うんですよ、はい、世界ってこれですね。まあ、まあ、それと、まあ、それぞれの気持ちじゃないですか。やっぱりこの SP の人には、はい、そうやって楽しみもなくコツ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 ずっと生きてけみたいなのはもう耐えられないから、お前ら耐えられないだろうっていう感覚なんじゃないですか。そうですよね、はい、お前のこと歌えよと歌えよで SP 的には気にしてんじゃないですか大丈夫かお前ら。思いっぱかってますよねそれはこっちに来た方がいいんじゃない、もうちょっとこう楽しんだ方がいいんじゃないのかっていう感覚の違いみたいな。おっしゃる通り、うん、ありが正しいのかだけどなんかそれだとつまん、うん、ただこの頭を振りながら、はい、中に入れる時の、はい、優越感はありますよね。優越感はあるんじゃないですか。あの正しかっただろうって、はい、俺たちが守っててよかっただろうって、で俺優しいだろうですよね、うん、で俺がこの世界を守ってるっていう、はいはいはい、気概はありますもんね、はいはい、でお前らも守ってる、俺が守ってるみたいな。そう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 、はい、その時は確かにそうなんですよ、はい、世界はその人たちが守ってるんですよ、うん、はいはい、そんな感じはありますよね。でもノーライフノーミュージックなんですよ、歌のない人生なんてなんですよ、はい、食べ物は必要だし歌も必要なんですよね、はい、